本くずソフト、本くずソフト気になるじゃないですか。ヤマトちゃん、ヤマトちゃんじゃないですか、ヤマトじゃないですか、やっぱヤマトですからね。ちょっと気になりますね。気になっちゃいましたね。気になったらやっぱね、ちょっと食べないとね。買ってきましたよ。ミックスソフト、本くずソフトと抹茶ソフトってことですね。ついでにハンコもなんか、外人の人。太陽みたいなのがあるんですね。トム・アン・エミレー。早速ちょっといただきましょう。こっちのなんかこのくるくるしたやつがないんですね。まあこれもくるくるしてますけどね。こっちはちょっと売ってないみたい。こっちはね、売ってたらしい。ちょっと食べてみましょう。あ、おいしい。うん。あ、おいしい。うん。これで見えます？うん。あ、思ったより体熱くなってましたね。歩き回ってますからね、いいですよ。うん、本くず？ちょっとミックスにするとちょっと抹茶が強いですけどね。あ、でも確かにバニラではないな。うん、本くずの方はかなりあっさりした感じですね。ベースはミルクソフトなのかな、うん、気をつけないといけないのが、ね、ここの甲の部分はね、鹿せんべいっぽいっちゃっぽいですからね、狙われないように気をつけないといけません。よし、またちょっと反動でソフトクリームをピタピタに飛ばしてしまいましたね。ちょっと見ても分かりにくいですけど、見た目では分かりにくいですよ。めちゃくちゃね、今ねベトベトしてるんですよ。ね、めっちゃベトベトなんですよ。これちょっとどうにかしたいな。なんて言ってたら、だいぶ広島じゃない奈良のね中心地に近い方まで来ました。もうねこれはね近鉄の奈良駅。手前には平荘さんありますね。この動画でも映像あれは八木駅を通った時かね。ヤギで買った柿の葉寿司が平荘さんの柿の葉でしたよね。大阪行っても売ってますからね、平荘さんの。普通に上本町の駅のところなんかでも、平荘さん入ってますからね。よいしょ。美味しいですよ。うん、そうそうそう。あれ、近鉄奈良駅。まあ、ここからね、こっちの方抜けてって前に一回紹介してますもんね。去年の年末に来てますよね。ああ。あれからいろんなことがありすぎましたからね。あ、田中さんの方ね。田中さんもね、美味しいんですよ。田中さんはね、確かね、あの、サバ鮭、タイとかもあるんですよね。そう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 。ちょっとね、変わり種のやつもあるんでね。田中さんも、あ、大和西大寺行った時はまだ許可取り始める前か。そう、大和西大寺の駅の構内なんかにね、入っとってね。そう、西大寺の駅もまた面白いですからね。うん。ここまで来たんやったら一回ちょっと西大寺の方とか回ってもいいですけどね。あ、でも確かにちょっと人通り少ないですよね。うん、前来た時はすごかったですもんね。もう外人の方も含めぎゅうぎゅう詰めで、ここなんかもこう頑張ってガーッと開けながらこんな感じで撮ってましたもんね。うんうん、あの金な大仏ソフトクリームとかって言って金箔のやつが取ったりとか、ちょっと入ったとこもいろいろありますよ。晩秋の、あ、伊豆市ですね。ね、伊豆市のそらそば粉のとこにあるんですね。これね、出る石とか言って伊豆市。伊豆市は兵庫県？京都府？どっちだ？福知山の方からずっと入ってくんでね、なんか京都なイメージが強いんですけど、あそこはギリギリ兵庫に入るのかな？伊豆市市かな？ありますよね。どっか商業施設かどっか入って、えらいわな。モスバーガーですね。まあモスですからモスなんですけど、やっぱ昼に来るとまたイメージ変わりますというか、本当に取りやすい。そう、こういったね、さすがに商店街ですとね、腕が疲れるからこの角度で撮ってるとね、ちょっと怪しい人になっちゃいますからね。段差のところとか映せません。ですけどね、
あ、これぐらいの水だった。これここの辺りも取ってもね、そこまで支障ないかもしれませんけど、その前に私の音が入らない。ヨカさんもしまっとるってか、これは単純にあれか、天気まだ準備中、天気もあるんだね。あ、ちなみにね、こっちの方来ると大阪色が強くなるとね、いう話はなんかチラリチラリとしますけど、さっきも多分大阪のカップルなんでしょうね。カップルで奈良公園を歩いとるね、カップルがいまして、まあまあ日曜日ですが、それはおったっておかしくないわけなんですよ。でね、彼女さんの方がね、あ、鹿や鹿やって言ったらね、彼氏さんの方が、俺鹿苦手やねんって言い始めるというね、なんで来たんってね、彼女さんが突っ込んでましたけど、ほんまですよ。ほらほら、鹿やにーってね、鹿やにーとは言いませんけどね、鹿やでーってね、めっちゃ可愛いなとかね、そんな感じでね、話しとったら、まさかの実話というね、おそらく奈良に行こうという時から別に言おうと思っとって言えずじまいだったんでしょうね。広島お好み焼きなんてあるんですね。ピッツァ350円からっていいじゃないですか。ピザね、それぐらいの値段から食えるといいですよね。まだ全然やってませんけどね。あ、でもこっちまで歩いてきたんやったら JR まで行っちゃうってのも手か。でね、実はさっきのね、言っとった天理のね、その大大和神社さん、電車でも行けるんですよね、 JR やったら。近鉄はね、全然ちょっと周りを通ってないんですけど、 JR やったらね、まあまあ近いところに駅があったはずなんですよ。ですので相手電車で行くというのも手かもしれません。せっかくやから、ちょっと電車で行ってみましょうかね。おお、ピカチュウがいますね。なんかたまに見かけますよね、このピカチュウの自販機って。伊藤園なんや。へえ。あ、こっちにも。できたら、こっちはさすがにちょっと狙いしますよね。あ、でもここはそうでもない。24時間最大800円。あ、800円やったらそこまで高くもないですよね。こんだけ街の中ですから。お尻からちょっといっぱい。いいですね。ドリンクに口サンプル600円から。いいじゃないですか。ねえ。私は今日は車なんでね、飲めませんけど。あ、でもね、結構最近、なんやかんやとこうやって撮りながらね、こうやってるわけじゃないですか。多少弊害は出てましてですね、職業病とでも言いましょうか。まあ一銭もお金入ってませんけど、あのね、何かするときにね、ずーっとね、何か喋ってますね最近。こんな感じで結局動かしてる間に何かしらこうずっと喋っていかないといけないわけなんですよ。まあまあ喋らなかったところは喋らなかったところでね、別に切ればいいんですけど、なかなか取れたかっていう問題もありますし、特にね、駅間散歩みたいな感じでね、歩いてる場合はね、そう。あ、これあれか、近鉄の奈良駅から JR の奈良駅まで駅間散歩に使えるな。じゃあこれはね、そういう風にちょっとめっちゃ途中ですけどね、企画買いましょう。これ駅間散歩ってことにしちゃいましょう、ね、一企画制でやっちゃいましょう。もうゆとりにつきますけどね、近鉄からこう JR の方にね、上がった人もいろいろと。銅板と焼きホットケーキ、へえ。まあしかし温めて歩くと、まあまあ本当 JR の奈良駅は離れてますよね。ガストンもありますし、ガストンもやってるかな。
やってますよね、この時間やったら。あ、発揮した人で何やかと思ったら民生さんやったんや。へえ、発揮でもあるんですね、この辺りは。それでもなんかイベントでもあるんでしょうかね。へえ、せやで、すごいですね、ここは横公園出てるんですね。あちこち出てますね。そうですね、一応パタッタリとかもあるんですね。で、あ、なら一応さらにこっちに行かないといけないんだ。ああ、弊害の話ね、いろんな弊害が出てるかというと、要はこうやって何かしらのことをこう説明するのに、じゃあどうすればいいかというと、目の前で起こったことをガーッと、ラジオじゃないですけどね、私の場合はね、自分が映ってませんから、こうラジオみたいな感じで何かしらこう実況しながらこう行くような感じになるわけなんですよね。そうするとね、これがね、まんまね、別にカメラ回してない時でもね、やっちゃっとるみたいでね、結構ね何か作業とかをするときにですね、いちいちずっとね、経緯を説明しながらですね、自分で、あれがこうでこうでこう、これがこうでか、あれってね、うん、で、これを上に上げて、ああ、これ上に上げた、こっちに行かなきゃいいなとかね、でそんなことをね、ずっと、そういうことのように、ずっとね、カメラ回ってなくて、やっちゃうみたいでね。あとは、天理教みたいな音がしてますけど、ああ、やっぱ天理教だ、それね、そうそうそう。朝の5時半ぐらいから、そう。あ、5時半はもうまあとか6時ぐらいでしたけどね、さっき天理市寄ってきた時にもね、音がしてましたし、まあ、なんなら今から JR やったらこれ立派な駅ですよ。だからもうね、そのそうなんですよ、近鉄が、ね、でかくて有名ですけど、奈良のね、 JR だってね、あの奈良駅立派ですからね。こっちにもスタバがあるんですね。はあ、まあすぐ隣ですからね、天理は。まあちなみに天理は天理で、あ、でも JR でも天理駅あるか、うん、どっちが利用者多いんでしょうね、なら天理館っていうのは。よいしょ、近鉄の天理駅はこの前来ましたよね。ただ今回はその天理じゃなくて、なんて駅名だったっけな、駅名忘れた。天理駅のね、と桜井の間にね、駅があるんですよ。でね、その駅がね、なんて駅名やったかな、忘れた。そこに行けば、その大和神社がすぐ近くということなんですよ。うん、そうね、奈良市はリニア中央新幹線ね、狙ってますからね。あ、イオンのスーパーマーケットが入っとる。あ、あれないから、イオンの ATM ないから、下ろしたいんだ、私。よし、ちょっとやってやっか。